ローラントゾーブレーメンはドイツ北部の都市でブレーメン州の州都。ドイツに11ある大都市圏の一つであるブレーメン、オルデンブルク大都市圏に属している。中世にはハンザ同盟の一員として繁栄した商業都市。人口は56万人。漢字表記は白列面。ブレーメンはベーザー川の両岸に位置している。ベーザー川が 北海に注ぐ河口の位置するブレーマーハーフェンから上流に約 60km 遡った地点に位置する。ブレーメン旧市街の上方でベーザー川は中流から下流に変わる。オクトゥム川が合流する付近からのウンターベーザー左岸、一帯をベーザーマルシと称する。同じくベーザー川下流の右岸はエルベベーザードライエックに属す。ビュンメ川とハンメ川が合流してできたレーズム川。 シェーネベッカー川、ブルーメンターラーウェンがここから、下流側の支流である。地域は川沿いに、長さ約3 8トル幅約1 6トルである。地境の全長は1 3 6 5トルである。ブレーメンは、広さでドイツ10位に位置する。ブレーメンは、 オルデンブルクの東約5 0トル、ハンブルクの南西1 1 0トル、ハノーハーの北西1 2 0ミンデンの北1 0 0トル、オスナブルクの北東1 0 5キロメートルにあたる。ブレーメン市はニーダーザク先州に取り囲まれている。西は軍独立市のデエルメンホルストとベーザーマルシュ軍のレムベーダー、ベルネ、エルスフレートである。北は オスターホルツ軍のシュバーネベーで、リッター風で、リリエンタールである。東は、フェルデン軍のオッタースベルク、オイテン、アヒムである。南は、ディープホルツ軍のバイエ、シュトゥールと境を接する。周辺にある最寄りの都市としては、西に約45キロメートル、離れたオルデンブルクと北にあるブレーマーハーフェンが、挙げられる。 総人口約150万人のブレーメント試験から約11万5000人が毎日ブレーメン市内に通勤している。これは非雇用者の48%に達する。逆にブレーメンからは数千人が周囲のニーダーザク選手州に通勤している。市内中心部を流れる連邦航路のベーザー側は歴史上天然の境界線であった。また、 ブレーメン市街地とブレーメンノルトを分けるベーザー、川支流のレーズム川も地理上、歴史上、あるいは日常生活上重要な境界線となっている。レーズム川の南側はマルシュと呼ばれる干拓地、北はブレーマーシュバイツと呼ばれる丘陵地である。行政上のブレーメンノルト管理区の境界はレーズム川南岸を一部含んでいる。 ベーザー川のもう一つの支流であるオクトゥム川は、ブレーメンの南の市境を成している。また、ベンメ川は、ボルクフェルトを流れた後ハンメ川と合流するが、この合流以後、レーズム川に注ぐまで北の市境を形成する。ブレーメン市内には全部で17の自然保護地域がある。その中で大きなものとしては、ボルクフェルダー・ビュンメビーゼン、オクトゥム・ニーデルング、ホラーラント、ベルダーラントが挙げられる。 ベーザー下半に位置する中心外区はブレーメン聖道の標高が海抜11.5メートルである。旧市街の最高地点は昔の防衛施設のために人工の森土がされたテアターベルクで海抜14メートルである。現在の市域内に位置する自然丘陵で最も高い地点は市北西部ブルクレーズムシクの墓地公園で海抜32.5メートルである。 1961年から1990年の月別平均気温と降水量のグラフブレーメンは主に海洋の影響により比較的温和な気候の地域に属す。最も暖かい月は7月で平均気温摂氏16.8度、最も寒い月は1月で平均摂氏0.8度である。降水は年中べんなくある。 年間降水量の平均値は6、93. 9 3 9トルである。その大半が雨で、雪はあまり降らない。ブレーメンはドイツで最も雪の少ない都市の一つである。雪は平均で年に5日ほど降るだけである。秋にはしばしば嵐や悪天候に見舞われる。ブレーメンのマルクト広場に立つブレーメンの象徴的、建造物、ローラント像と視聴者起源は、ブレミーもしくは、 ブリメムと呼ばれる部族がベーザーカワウガンに定住したことに始まるとされる。1世紀から8世紀の間に最初の入植地が築かれた。そこは長く伸びた砂丘で洪水から守られ、同時に土壌地の入り口に当たる場所であった。紀元150年にはすでにアレクサンドリアの地理学者クラウディオス・プトレマイオスはこの入植地の存在を記録している。 死境座都市及びショー都としてのブレーメンの歴史は8世紀まで遡る。この地はライン側からエルベ川、または北海から南ドイツに向かう交易の十字路に位置しているため、交易の要衝として重要視されるようになっていた。ブレーメンは787年にカール大帝によって死境座都市に指定されたが、当初は不安定な選挙地であった。 宣教師ウィルハドは782年に、ブレーメンから追放され、二人の司祭は殺害された。と記述している。845年に、広塚佐教区に昇格した後、アーダルベルト本ブレーメン大司教のもと、最初の流星を経験した。神聖ローマ皇帝フリードリヒ一世は1186年に、ブレーメンを帝国都市としたが、帝国直轄とはしなかった。 1260年に都市ハンザが形成され、1358年にハンザ同盟に加盟した。加盟当初は力のない同盟都市に過ぎなかったが、これ以後急速に経済力、政治力をつけ、ブレーメン大司教の世俗支配を跳ねのけるまでに成長した。その自由な気風の象徴として、ローラント像や市庁舎が丸くと広場沿いに建設された。 1641年の無礼メにエズ。画面下がベーザー川佐岩に建設された新市街防衛施設が築かれているのがわかる。1574年から1590年に建設されたベーザー港を防衛するため、ベーザー川佐岩に防衛施設を有する新市街が建設された。また、13世紀に洪水防止用堤防として現在のシュラハテが設けられて以降、 ベーザー川に砂が堆積するようになり、ブレーメン商人の貿易船は着岸が困難となった。この状況を改善するため、1619年から1623年に下流のフェーゲザックにオランダ人建築家によってドイツ発の人工工が設けられた。30年戦争の間、ブレーメンはかつてハンザ同盟の仲間であったハンブルク。 リューベックと同盟を結んで独立を守り、フェルディナント参戦による1646年のリンツ免許上で帝国直轄の地位が確立された。しかし、30年戦争終戦後の17世紀から18世紀には、その帝国直轄の地位が脅かされることとなった。1648年のベスト・ファーレン条約で、スウェーデンに支配権が移譲され、事実ウェスウェーデンの創始下に置かれた。 さらに1700年に始まった大北方戦争の結果、フェルデンと共にハノーファー選定校の支配下に移された。事実、1741年のシュターデの第二、和議における特許上ではハノーファー選定校による統治権や軍勢の統一を余儀なくされている。1783年、ブレーメン商人は大西洋を越えてアメリカ合衆国との直接交易を始めた。 1802年に、市は、古い防衛施設を、現在の公園、バルアンラーゲに整備するよう増援会イツアークアルトマンに依頼した。1811年にナポレオンは、ブレーメンを占領し、フランスのブッシュ・ジュベイザーの首都とした。解放戦争に敗北したフランス軍は1814年に、ブレーメンから撤退した。ブレーメンは19世紀ドイツの海洋交易発展の主役となった。 ヨハン・ラーゲの造船所は1817年にドイツ初の蒸気船を建造した。このベーザー号は旅客船及び郵便船としてブレーメン、フェーゲザック、エルスフレート、ブラーケ間を航行し、後にはゲーステメンデにも1833年まで運航した。増大するベーザー側の砂の堆積のため1827年にハノーファー王国から土地を購入し、 ブレーメンの全焼基地として新たな入植地ブレーマーハーフェンが建設された。公安施設獲得に関する協定は1827年1月11日に、ハノーファーの首相フリードリヒ・ホンブレーメンとブレーメン市長ヨハンスミットにより調印された。1836年中頃、ブレーメン政府は市に対して、功績のあった者に与えるブレーメン栄誉金メダルを創設し、 1843年にヨハンスミットにこれを授与した。1849年頃のブレーメン1847年にハノーファー王国国営鉄道がブレーメンに乗り入れた。1848年の東アシュペレの橋はこの地域の工業化の発展を促した。1853年に周辺の湿地を干拓した後、ブレーマーハウスと呼ばれる確一的な様式の 列条住宅による衛星都市の建設が始まった。この建設は20世紀に入るまで続けられた。1857年、ブレーメンに北ドイツロイド社が創設され、その後他の海運会社も設立された。広島戦争でブレーメンは、ハノーハー王国と田元を分かち、プロイセン王国陣営に参陣した。1867年に北ドイツ連邦に、 1871年には、ドイツ帝国の一部となった。ただし、ブレーメン、ハンブルク、リューベックといった旧ハンザ同盟都市は開港を理由に8 7 0年、もしくは1871年まで、関税上は、独立した国家という扱いになっており、1888年になって、やっと、ドイツ関税同盟に加盟したのである。ブレーメンとハンブルクの自由貿易港はその後も、 ドイツの関税の落ちがいに置かれていた。旅客船ブレーメンを1886年から1895年に外洋船のブレーメンまでの航行を確保するために河川水路の大規模な改修が行われた。この都市は種々の物品の積み替え法として発展した。1890年、ブレーメン市民公園内で北西ドイツ産業、工業展が開催された。 ブレーメンの経済的発展は、バイマル共和成果で促進された。1920年、空港に定期路線が就航した。1928年、ブレーマーハーフェンにコロンブス語ン堤防が完成した。ここから、大西洋最速横断のブルーリボン賞を獲得した、北、ドイツロイド社の客船、ブレーメン号が出航した。 こうした経済的な重要性が増すにつれ、人口も大きく増加していった。1939年に、ブレーメン氏は、ブレーマーハーフェンを失った。ブレーマーハーフェンは、プロイセンハノーファーのベーザーメンデに併合された。これと引き換えにブレーメンは、ブレーメンノルト、ヘーメリンゲン、アルベルゲンを得た。1943年11月13日。 ブレーメンを空爆する米軍の B-17 回第二次世界大戦ではブレーメンやベーザーアミューンでは深刻な被害を受けた。特に造船所や飛行機工場があった西部地区は何度も連合国軍の空爆目標とされた。合計173回の空爆で市内の建造物の62%が破壊された。百四十五年四月十三日から四月十六日まで ブレーメン周辺において、進撃してくる英軍第3師団と抵抗するドイツ軍との間で、激しい戦闘が繰り広げられ、多くのブレーメン市民が避難民となった。戦後、ブレーメンとブレーマーハーフェンは、イギリス管理地域内にあるアメリカ管理区域の飛び地という扱いになった。1945年から1965年まで、ビルヘルム改善が、州政府代表を務めた。 1947年に自由犯座都市ブレーメン基本法が制定され、市民はこれを受け入れた。1949年ブレーメンはドイツ連邦共和国の都市集となった。街の過去の姿は近代的な都市建設の中、修復されたごくわずかな建物に残されているだけである。マルクト広場周辺には印象的な古い建物が保存あるいは再建されている。 中世の古い街並みは首脳をあがいで体感することができる。ブレーメン市庁舎とこの街の象徴であるローラント像は2004年にユネスコ世界遺産に登録された。工業化が始まった1750年以降、ブレーメンの人口は急速に増加した。1812年の市の人口は約3万5千人であったが、1875年にはすでに10万人を超え、 ブレーメンは大都市の仲間入りをした。1911年に25万人、1956年までには50万人をも超えた。1969年に60万7184人の史上最大人口を記録した。これ以後人口は減少に転じたが21世紀に入って再び増加傾向にある。 ブレーメン州統計局による2005年12月31日54万6852人、2006年11月1日の、それは54万8477人であった。人口で11位の都市であるが、北、ドイツでは、ハンブルクに次いで2番目に位置する。ブレーメン市庁舎ブレーメン州の議会は、ブレーマービュルガーシャフトと呼ばれ、4年ごとに選挙が行われる。 選挙は州を2つの選挙区に分け、比例代表制で行われ、ブレーメンから68人、ブレーマーハーフェンから15人の代議士が選出される。ブレーメン選挙区から選出された衆議会議員は同時に、ブレーメン市の市議会議員、シュタットビュルガーシャフトをも兼任することになる。ブレーマーハーフェンは、衆議会議員と市議会議員を分けている。市行政と、 修行政の中枢を占めるのがゼナートと呼ばれるブレーメン州政府である。2019年8月15日からゼナートの町で市長を務めているのはアンドレアス・ボーフェン・シュルテである。ゼナートの町の代行も市長と呼ばれる。ゼナートは7名の人物で構成される。ゼナートのメンバーは都市州でない一般の州では州の大臣と大都市の行政部局長とを合わせた役職である。 彼らは、州の官庁とブレーメン氏の担当専門部局の両方を管轄する。ブレーメンの大紋章半座都市ブレーメンの旗は赤字に向かって、左上向きに起こされて、歯が向かって、右を向いたゴシック様式の銀の鍵が描かれている。紋章の縦型には金の冠が被せられている。冠は宝石をはめ込んだ5枚の歯の形の飾りがついている。 小紋章は冠のない縦型の門である。大紋章はこれに対してコンソールや台状の台座に注文章が乗った形で描かれている。立ち上がり、後ろを振り向いた二頭の獅子がその前足で盾を支えている。鍵はブレーメン聖堂の守護聖人である聖ペテロのアトリビュートである。鍵は1366年にはすでにブレーメンの師匠に登場する。 鍵の形は時代とともに何度も変わっている。時には聖ペテロを描いた紋章もあった。縦の外側のデザインも何度も変化している。獅子などは1618年に初めて大紋章に現れた。現在の形の紋章は1819年の紋章規定を根拠とする。ブレーメン市民はこの紋章とハンブルクの紋章とを関連付けて、確かにハンブルクは 世界の門であろうが、その鍵を持っているのは、ブレーメンだと自負する。ブレーメンの旗は少なくとも8回入れ替わる赤と白の、ストライプで、旗竿部分がずれて、一末模様になっている。実用機は単に鍵の紋章が描かれたものである。ブレーメンは、他の多くの帝国都市やオーストリアと同様、神聖ローマ帝国の色である赤と白を、シンボルカラーとする。 ブレーメンの地域は5つの管理区に分けられる。合計89の町区のうち5町区が管理区の直接管理下にあるほかは18の市区に分けられ、その上位に管理区があるという構成になっている。市区名や町区名はその多くが歴史的故障に基づいて命名されている。地区別の行政業務については17の地区事務所がその権限を有している。 このうち4つの地区事務所は共通地区事務所として複数の地区や町区を管轄している。地区や独立町区についてはそれぞれ地方自治のための地区評議会がある。平辺区の町区は人口が少ないため他の地区の地区評議会が担当している。22の地区評議会議員は4年ごとに住民の直接選挙で選出され、年に数回会議が開催される。 地区評議会の権限は、他の都市州における、管理区議会と同様に規定されている。広さ約8平方キロメートルの飛び地、シュタットブレーミシェスユーバーゼーハーフェンゲビと、ブレーマーハーフェンチョークもブレーメン氏に属するが、協定に基づき、ブレーマーハーフェン氏がその行政業務を担当している。このことは、ブレーマーハーフェンの条例に明記されている。 マルクと広場沿いのシュッティングブレーメン商業会議所がブレーメン商人の利益を代表している。本部はシュッティングと呼ばれる建物にある。昔からブレーメンにとって特別に重要なのは国際貿易である。ブレーメン、ブレーマーハーフェン公安グループにおける2の積み下ろしの重点がブレーマーハーフェンにある場合にもブレーメンはシュタットブレーミシェス・ユーバーゼーハーフェンゲビート ブレーマーハーフェンシクがこれに携わっている。積み荷の多彩さは魚、肉、乳製品、ブレーメンメン市場で扱われる綿、茶、米、タバコといった農水産製品加工原料、あるいはワインや柑橘類に及ぶ。ブレーメンは自動車、造船、金属加工、電子技術、食料品加工業の重要拠点でもある。ダイムラー社はブレーメン市内に メルセデスベンツの工場を有しており、私、企業としてはこの年最大の雇用種である。この工場は1963年までは、ボルクバルトの工場であった。ここでは、C クラス、T モデル、ロードスター SL クラスが生産されている。これに加え、周辺には多くの下請け企業がある。その最大のものが、ヘラグループのヘラファースケコンナントン GMBH で、ある。 イーズのブレーメン管理部造船及び金属工業では21世紀にはいる頃から産業構造の変化が起きている。二大造船所のベーザー造船所とブレーマーブルン造船所をはじめとする多くの企業が生き残ることができなかった。ブレーメン製鋼所はアルセロールに買収された。これに対して航空、宇宙産業ではブレーメンは現在 その関節部門やハイテク研究部門の所在地となっている。約6000人の極めて優秀な人材が活発に研究を行うドイツ最大のテクノロジーパークが大学にも受けられた。エアバス機の最終組み立て工程はブレーメンで行われている。イーズグループやオビーテクノロジーグループの企業によって宇宙空間で使い勝手の良い研究室、推進ロケット、あるいは 人工衛星システムのモジュールやその一部が制作されている。ラインメタルやアトラスエレクトロニクは軍事用、民間用の電子技術開発をブレーメンで行っている。この他にゼーバルツブリュックチックにはメルセデスの工場やドイツ鉄道の大きな車両工場がある。食料品分野ではブレーメンは主導的な立場にある。有名なブルワリーのベック &CO の他に ケロックやクラフトフーズの支局があり、ビタクラフトやノルトミルヒの本社がある。大規模な産業、工業地域は以下の通りである。船舶交通のイシュテット港船舶は何、世紀もの間、ブレーメンの重要な交通機関であった。産業構造の変革がなされた後の現在でも、なお船舶運輸業は重要な経済因子であり、雇用市場である。 近隣の貨物交通センターが利用している、ノイシュテット港のほか、ハンデル港、ホー方園東和港、インドストリー港及び、ブレーマーハーフェンのブレーメン市港が、ブレーメン市の港に属す。内陸の水上交通のための港は、市中心部の上流側から、ベーラ港、フルダ港、アラー港がある。洋港湾施設とその周辺の工業地域は、ユーバーゼーシュタットという、 新しいチョークを形成した。海外貿易に関わる船舶の大型化に対応するために、ビルヘルムスハーフェンに大型コンテナ船用の港を整備する、ヤーデ・ベーザー・コープロジェクトをニーダーザク船ン州と共同で推進している。ブレーメンノルトは、ベーザー川対岸のニーダーザク船ン州、ベーザー・マルシュ軍と3路線のカーフェリーで結ばれている。航空交通ブレーメン空港の ターミナルビルブレーメン南部に国際便が発着するブレーメン空港がある。新しい空港ターミナルはゲルトシュルツへの設計に基づいて2001年に完成した。ターミナル周辺は1995年から一部国際企業を含む多くの企業が立地する産業地区エアポートセンターとなっている。2006年には170万人の飛行機利用客があった。 2006年の発着回数は4419回で1988年以降最低の値にまで落ち込んだ。その後、トライアンイヤーがブレーメンからヨーロッパの都市向けの新たな直行便を開設したことにより2008年には利用者数は250万にまでなった。1965年以降の継続的な利用者数増加にもかかわらず、 大型機械の導入やキャパシティ増加計画の導入によっても年間発着回数6万回までしか増便できない。夜間離着陸制限があり、最終便の予定到着時刻は23時に設定されている。朝と夕方の発着は混雑する。空港へは、連邦アウトバーン A281 号線が通っている。 ブレーメン中央駅からは路面電車第6系統の終点にあたる。鉄道ブレーメン中央駅ブレーメンは鉄道の乗り換え地点である。中央駅を発着する幹線鉄道はハンブルクからルール地方へ向かう路線、ブレーマーハーフェニーキ、ハノーファーキ、フェーゲザック行き、オルデンブルクきの各路線がある。ブレーメンはアイスのブレーメンミュンヘン系統。 インターシティのハンブルクケルン・フランクフルト・アムマイン、シュトットガルド系統などで、ドイツ鉄道の長距離鉄道網に接続している。グレーペリンゲン区の創車場は2005年6月12日に閉鎖された。貨物輸送は、創業を続けているその跡地とハーフェイン駅とクレックナイコールヒュッテの工場駅で手続きを行っている。かつて中央駅の北西にあった貨物駅は取り壊された。 しかし、ブレーマーハーフェンのコンテナターミナルの拡張により、貨物交通は再び増加している。地域交通に関しては、ブレーマーハーフェン、ヘーゲザック及び、ファルゲ、ローテンブルク、スビストリンゲン、オルデンブルク、ノルデンハム、フェルデン行きの S バーン風の周辺都市交通が運行している。S バーンの設置は計画中である。さらにブレーマーハーフェン、ハノーファー、ハンブルク、 オスナブリュック、オルデンブルクノルト大ヒモーレ域の高速のレギオナルエクスプレスやリューネブルガーハイデを通ってエルツェンに至るレギオナルバーンが運行している。ブレーメンノルトを走るファルゲフェーゲザック鉄道の 10km 区間は1958年に大幅に減便され1961年に廃止されたが2007年12月に再開された。 ノルトベストバーンが運営するディーゼル列車が30分間隔で運行している。電化後にはブレーメンファルゲからフェルデン行きの S バーンの運行路線になる。市内には19の旅客駅が営業している。連邦鉄道局の報告によればブレーメンの主要鉄道路線の総距離は 24km である。道路交通ブレーメンは遠距離道路網への接続も良好である。 地域内を走るアウトバーンの総延長は約 50km から 60km である。ブレーメンの地域南部を連邦アウトバーン A1 号線が走っている。A1 号線は市南東部のブレーメンジャンクションで A27 号線ブレーマーハーフェン及びクックスハーフェンと交差する。このアウトバーンは市の東部を南東から北西に向かって走っている。市の北部イールポールで A27 号線から A270 号線が分岐し、ブレーメンファルゲまで約 10km を走っている。グレーペリンゲンでは A281 号線の第一期分ブレーメンインデストリアルヘイフェン、ジャンクションからブレーメングラムプケまでが完成した。ベーザー川対岸では貨物交通センターすなわち、ノイシュタット港から空港すなわちエアポートシュタットまでの 区間が2008年1月に完成した、この新区間の象徴は、空港近くに高さ50メートルの橋柱を構える、シャバリ橋である。両区間は2013年までにベーザー側の下を通る地下トンネルで結ばれ、さらに A1 号線まで延長される予定である。これにより、ブレーメンを周回するアウトバーンリングが完成し、市内の道路から通り抜け車両を減らすことができる。 市の西をオルデンブルクに向かう A28 号線が走り、フッフティング区の外側で A1 号線に接続する。ブレーメン市内の A27 号線 A1 号線は全線6車線に拡幅されているが、さらに8車線への拡張が望まれている。A27 号線はブレーメンイコールユーバーシュタットとブレーメンノルト間がやはり6車線となっている。 ブレーメンイコールユーバーシュタットとブレーメンジャンクションとの間は4車線であり、6車線への拡幅要望がなされている。A270 号線と A281 号線は4車線である。両車は時速80キロメートルに速度制限されている。A1 号線の交通は交通管理センターで制御されており、交通量に応じて、 最高速度が60時速 120km まで変化する。時速 120km 以上の速度制限のない区間は夜間限定を含めて市内にはない。ブレーメンは市内全域の最高速度が時速 120km に制限されたドイツ発の都市である。この他に連邦道 B6 号線、B74 号線及び B75 号線がブレーメンを通っている。 B6、B75 号線の A27 号線から A28 号線までの間は、以前、アウトバーン A282 号線として計画されていた。A281 号線の完成によって、ブレーメンを囲む環状アウトバーン号が完成するが、その際には B212 号線もルート変更がなされる。新しい B212 号線は、ブレーメン西部で、 A281 号線に合流し、これによって、ベーザー・マルシュ軍とブレーメンとの接続の便が良好になる。A5 号線を、ギー線北部からブレーメンを通って、ノルデンハム方面へ延伸するという1970年代に、立案された計画は、最終的に放棄された。A5 号線は、フフティングとグロルランとの間で B75 号線と交差する。自動車で、 地区間を結ぶメインストリートは1914年の住民投票によってヘールシュトラーセと名付けられた道路である。公共交通機関ブレーメンの路面電車市域内の公共旅客交通はブレーマーシュトラーセンバーンエジーが運営する8系統の路面電車と44系統のバス路線が担っている。ブレーメンの大部分の地区やニーダーザク編集州に属す衛星都市を PNV 網が密な間隔で結んでいる。ブレーメンイコールシュタットとブレーメンノルトとの間の交通には鉄道が多く利用されている。路面電車を周辺地域に延伸させ、既存の鉄道の運行間隔を密にすることで、衛星都市との交通の便を向上させようという努力がなされている。地域交通については、様々な運輸業者によるバス路線が運行している。 都市交通及び地域交通に関わる業者は、ブレーメン、ニーダーザクセン交通連盟に加盟している。自転車ブレーメンには、ハンブルクブレーメン自転車道、ブレーメンオスナブルック線、弁明自転車道といった自転車道が通っている。これに加えてこの都市は、ベーザー側の水源からブレーマーハーフェンまで伸びる、人気の休暇プログラムのベーザーラートベクの重要な中継点となっている。 ブレーメンはその道路面積の22%が自転車道である。これは人口50万人以上のドイツの都市中最も高い比率である。また人口1人あたりの自転車道の距離もドイツの大都市の中で最長である。しかしこの数値には路面状態が劣悪なものや交通研究者が自転車道として認めない交通量の少ない自動車道と共用の 店舗マイナス30増年と呼ばれる道路も含まれている。ラジオブレーメンブレーメンは ARD 最小の放送局ラジオブレーメンの本社所在地である。ラジオブレーメンは TV 局ラジオブレーメン TV のと4つの周波数のラジオ放送を運営している。このうち一つは NDR と共同制作、もう一つは WDR 及び RBB との共同制作の放送局である。民放局としては、エナジーブレーメンが市内で、ラジオ放送を行っている。また、ニーダー作戦のラジオ FFN や、ヒットラジオアンテネーブレーメンもこの街を、サービス提供エリアとしている。民放テレビの RTL やサット1は、ブレーメンに駐在員を置いており、ブレーメンやニーダー作戦に関する30分の、レポート番組を制作している。 ユルガルントフンクブレーメンでは、ブレーメン市民は、無料で、ラジオやテレビの放送を制作することができる。2007年9月初めから、民放 TV 局のセンター、TV がブレーメンに設立された。この放送局は、ブレーメンから、毎日生放送を行っている。ブレーマーナホトリヒ店主とベーザークリールの編集部が、入居している、プレスハウスに関しは、ベーザークリールと、 それと、ほとんど同一の、ブレーマーなリり否定が刊行されている。後者は、タイトルだけであるが、現在も刊行されているドイツの日刊誌で3番目に、古いものである。また、ビルトのブレーメン大都市圏向けの版が発刊された。一方、ターゲスサイトのブレーメン版は、経済上の理由で廃刊され、多数北部版に統合された。この新聞には、 地域全般の一般記事が3面と、ブレーメン地区とハンブルク地区の話題が交互に掲載される紙面が1面設けられている。ブレーメンには週刊誌が3紙ある。ベーザークリールとブレーマーなハリヒテンの広報誌である。ブレーマーアンツアイガー、ベーザーリポート、ブレーメンノルトのダス BLV である。ブレーマー、プリンツブレーマー、ブレーメンマガツイン、タウン誌、ミックス、ビッグブレーメン。 ブレムボリューム、ブレーメンノルトのノルト・アンシュラークが独立のタウン誌である。さらに、人文社会雑誌、ホイヤーやブリラントがあり、いくつかの市区では、その特色を強く打ち出した小規模な出版社が数多く存在している。大手の通信社、ドイツ北西部の大手出版社のほとんどや数多くのラジオ局がブレーメンに駐在所や地方編集局を置いている。 ブレーメンイコールオスト病院以下の4つの修立病院は北部健康病院連盟 GGMBH により組織化されている。この他の病院には以下のものがある。さらにローラントクリーニク、クアフィルステンクリーニク、ドクター、ハイネクリーニクといった小規模な専門診療施設もある。ブレーメン地方裁判所ドイツの地方組織のほとんどがブレーメンに支部、 支局を置いている。貿易分野での重要性を反映して40以上の領事館や名誉領事館がある。特殊な機関としては、ブレーメン非雇用社会議所が挙げられる。これは弱い立場にある労働者の利益を保護するための代表機関で、同じく小さな州であるザールラント州にも同様の機関がある。ブレーメンに本部を置く。 連邦レベルの機関としては、ドイツ海南救助組合と全ドイツ自転車クラブが挙げられる。その他の公的機関は以下の通り。大学ブレーメンには、州立ブレーメン大学、州立ブレーメン専門大学、州立ブレーメン芸術大学及び、私立のヤーコプス大学ブレーメンがある。さらに、大学以外の研究施設も数多くある。ブレーメンは、ブレーマー方編とともに、 ドイツ学問研究財団により、ドイツ36都市の中から学級都市2005に選ばれた。総合大学ブレーメン大学の海洋環境研究棟ブレーメン大学は約2万人の学生と1500人以上の研究者を要するブレーメン州最大の大学である。この大学は1971年から72年にかけての冬学期に開校した。 低組織は1970年11月11日に行われた。1973年からは教育大学を併合した。その後しばらくは教員育成がこの大学の主眼となっていた。現在では医学部と進学部を除くほとんどの学部が存在する総合大学となっており、特殊な研究分野もいくつかある。例えば、ブレーマー・ファルトゥルムは、 ヨーロッパ最大の無重力研究用シミュレーション施設である。研究の価値を測る指標にドリッドミッテルと呼ばれるものがある。ブレーメン大学はこの指標でエクセレンスイニシアティブの第1回ラウンドにおいて認定を受けた。ヤーコプス大学ブレーメンヤーコプス大学ブレーメンはアメリカ合衆国の大学をモデル2999年に設立された。この大学は グローオンシク・フェーゲザックの旧連邦軍、養成教育弊社跡に位置している。講義は英語でなされている。スイスで暮らしていたブレーメン商人、クラウス・ジェイ・ヤーコプスが2006年11月に2億ユーロという前例のない巨額な資金の提供を大学財団に申し入れた。これに感謝して大学は2007年春にヤーコプス大学ブレーメンと改名された。 専門大学ユーバー税地区の旧倉庫街を改造したブレーメン芸術大学の美術部胸ブレーメン専門大学は1982年に経済大学、工科大学、社会学大学、公開大学の4つの単科大学が並行され設立された。最も古い前身は1799年に創設されている。この大学は 世界中の250以上の大学と共同研究を行っており、22学位を得ることが可能な点がユニークである。大学の敷地内には、バルター・シュタイン天文台や経済、経営大学の研究センターがある。ブレーメン芸術大学は70人の教授、約900人の学生を要する、修立の芸術、音楽大学である。 その前身となる研究所は1873年に創設された。ブレーメン芸術大学は、ユーバーゼー地区にある美術、デザイン部と、旧市街デヒャナート通りにある音楽部からなる音楽大学と美術大学が一つの大学として統合されている。大学はドイツでは、ベルリン芸術大学とここだけである。研究所全部で57ある、フランホファー教会の研究所のうち、 製造技術、応用材料工学研究所と、異用画像演算研究所の二つがブレーメンにある。イファームは、造形技術、機能性素材、接着技術と、表面加工の分野における応用研究や新素材、開発を行っている。特に粉体夜金粉体工学、鋳造技術、泡工学、工業的接着技術、機能集約的建築法、プラズマ技術、 表面加工技術に重点を置いている。メビスは医療画像データの効果的な視覚化と定量分析を行うためのワークフローをエントリーなソフトウェアの開発を行っている。これにより血液循環器、脳、肝、肺あるいはがん患者といった免疫学上を重要な研究に集中することができる。ドイツで2番目に大きな学術振興財団である。 マックス・プランク協会は、マックス・プランク海洋微生物学研究所をブレーメンに置いている。この研究所では、海洋中の物質循環と、これに対する微生物の寄与に関わる基礎研究がなされている。ブレーメンは、システムエルデというテーマで、学術年2009のドイツの10大学術都市に選ばれた。ブレーメン以外の9都市は、アーヘン、ダルムシタット、ドレスデン、 ゲッティンゲン、ハイデルベルク、イエーナ、カールスルーエ、マインツ、ニュルンベルク、フィルト、エアランゲント市群であった。私立図書館フォーラム、アムバル内のブレーメン私立図書館は51万4千冊の蔵書を有し、年間来訪者約130万人、貸出件数350万件を数えるブレーメン私立の図書館である。これは北、ドイツで、 最大規模の公共図書館の一つである。この他に6つの宿泊物館、9つの児童、学校図書館、学校図書館作業部会、バス図書館、刑務所内図書館、東病院図書室が図書館ネットに参加している。ブレーメン大学キャンパス内の州立、大学図書館は、ブレーメン州及び、ブレーメン大学の学術図書館である。2007年時点で、 図書館を訪れた利用者数は約3万8000人で、期間延長を含め貸し出し手続き件数は197万2247件であった。蔵書は319万8948、24万132点の学術論文、6438点の資料、1万3596点の寄稿本、184点のインキュナブラ、 66,963点の学府、96,680点の AV 資料、8,257点の一般雑誌、21,003点の電子マガジンを所蔵している。マルクと広場周辺ベトヒャー通り、ローラント像は街の中心に立つブレーメンの象徴である。ローラント像のオリジナルの頭部は、フォッケ博物館に収蔵されている。 第二次世界大戦中に爆撃による破壊を恐れて、コピーと取り替えられていた。ローラント像は、構成を表す剣と皇帝の高が描かれた盾を持っており、その視線は、聖ペトリ大聖堂に向けられている。ローラント像と視聴者は、ブレーメンのマルクト広場の視聴者とローラント像として、ユネスコ世界遺産に登録されている。視聴者の聖壁に、やはりこの街を象徴する。 ブレーメンの音楽隊の像がある。ここはドイツメルヘン街道の終点である。その隣が聖母教会である。マルクト広場の向かい側には商人の館であるシュッティングがある。広場の東側はブレーメンの議事堂。西側は18世紀から19世紀の館が並んでいる。シュッティングとブレーメン面取引所の間に1922年から1931年に 作られた総合芸術であるベトヒャー通りがある。この通りはコーヒーで財を成したロゼリウスがゴシック様式とアール・ヌーボーを取り入れた通りを作ろうと地元の芸術家に作らせた通りである。この通りはベーザー川沿いのマルティン教会に通じている。旧市街のゴシック教会オーベルン通りの聖母、教会ゴシック時代に建造されたブレーメンの教会の中でアンスガリ教会は残っていない。 ベーザー川沿い、シュラハテ・マルティン教会のある高台から、シュラハテが伸びている。これは1990年代に近代化された、歴史的な堤防沿いの散策路で、数多くの飲食店が軒を連ねている。対岸のベーザー川とクライン・ベーザー川に挟まれた、半島上の庭屋豊富には、ベーザーブルク新美術館や1990年代に建てられた民家が並んでいる。 数キロメートル下流のグレーペリンゲン区にはスペースパークがあった。この施設は2003年12月にキューベルフとエジーベーザーの跡地にオープンしたのだが数年後に閉鎖された。その建物はショッピングセンター、ウォーターフロントとして改築されている。シュノーアガイシュノーアガイシュノーアガイはブレーメン級市街の中でも中世風の路地が残る地区で、 おそらく最も古くからの中心外区であったと推測されている地区である。この外区の名前は船舶関連の手工業に由来している。家々の間の路地は当時は同じ職業や関連する物品を扱う者が一本の路地に集まって住んでいる場合がしばしばあった。縄や綱を作る者たちが集まった外区を首脳は外と称し、その近くにあった針金や鎖を作っていた外区を ビーレン街と呼んだのである。首脳和外の多くの家屋は17から18世紀から保存されているもので、古い時代の暮らしを彷彿とさせる。1856年から1857年にラントヘルアムトが作られたが、1945年9月19日にラントヘル制度は廃止された。ベーザールネサンスとネオルネサンス・シュタットバーゲベーザールネサンス時代の建物は、 ブレーメンにも数多く残っている。例えば、1612年のブレーメン視聴者や1538年のシュッティング・ランゲン通りの1587年建造のシュタットバーゲーや1618年のエッシュヒハウス、あるいは1620年のアンガリーキルヒホーフのデベルベハウスなどである。19世紀から20世紀には歴史復古様式である。 ネオルネサンス様式のドームスハイで第一郵便局、ブレーメンメン取引所キシ広場のブレーメン銀行が建てられた。その他の重要な建造物反植民地記念碑その他の重要な、あるいは特徴のある建造物として以下のものが挙げられる。シュバッハハウゼン区の中州にある給水施設には植民地を記念した像のモニュメントがある。バーンホーフスフォアシュタットの ハウスでスライヒス、ノイエンファールのアールトホッホハウス、ビュルガーバイデのブレーメンアレアン、ブレーメン大学のファルトルムや大学サイエンスセンター、ウニバーズムがある。ブレーマーハウスブレーマーハウスブレーマーハウスはイギリスを起源とする列場住宅の典型例である。この住宅はいくつかの大きさがあるが、それらは、 あらゆる社会改層向けにそれぞれ設計されており、19世紀半ばから1930年代まで、ブレーメンの住宅として多く建てられた。シュバッハハウゼン、シュタイン島は、オスター島は及びノイシュタットの格式で、主に比較的裕福な市民向けの大きなタイプの住宅を見ることができる。バレやグレーペリンゲンといった労働者の居住地域では、1から2階建ての より小さなタイプが見られる。ブレーメンノルト・シェーネベック城ブレーメンノルトの重要な建物としては、フェーゲザック港の港湾ハウスや19世紀の倉庫が挙げられる。レーズム川のフェーゲザック堤防には演習線ドイチュラント号が係留されている。この他の見どころとしては、シェーネベック城、ブローメンダール城、ファルゲチックの有望と遠平号、ファーレンティンが挙げられる。 ブルーメンタールのスカイラインも見どころである。カトリックの聖マルティン教会、ルター派のマルティンルター教会及び改革派教会、給水塔がスカイラインを形成する。給水塔はバックシュタインゴシック手法のネオゴシック様式で建造されている。ブレーメン劇場テアター、アムゲーテプラッツブレーメン劇場は、オペラ、オペレッタ、ミュージカル、演劇、舞踊の上演が行われる。 ブレーメンの私立劇場である。この劇場はいくつかのホールからなっている。その最大のものがテアター・アムゲーテ・プラッツである。ブレーメン劇場はクラウス・ピールボスによって2007年の今年のオペラハウスに選ばれた。他のドイツ圏の諸都市と同じくオペラ、演劇、舞踊を兼ねた3点劇場であるが、オペラ部門だけを指してブレーメンか劇場と少数することも多い。 この他にブレーメンでは数多くの劇団が多層的な演劇シーンを作り出している。ブレーメンシェイクスピアカンパニーはテアターアムライプニッツプラッツでその名にちなんだ演目を上演している。首脳アガイにあるマダムロタール劇場のコメディー劇場はブレーメン市の施設である。現代作品の上演はユンゲステアターで見ることができる。シュニール州劇場はに 自動演劇場として知られている。1976年に設立された、この劇場では、朗読会や音楽イベントも開催される。ユーバーゼー博物館ブレーメンには多彩な博物館、美術館がある。クラシック・ディー・グロッケブレーメン・フィルハーモニカーは1825年に創設された自由ハンザ都市ブレーメンの公式オーケストラである。このオーケストラは、 ブレーメン劇場での定期演奏会の他に、特別演奏会や、チャリティーコンサートで演奏を行っている。ブレーメンフィルハーモニカーの支配人は、クスティアン・ケッター・リックスフェルト、音楽総監督は2007年から、マルクス・ポシュナーが務めている。ブレーメンドイツ室内フィルハーモニーは1992年から、ブレーメンを本拠地とする世界トップクラスの室内還元楽団である。 2004年から、エストニア人指揮者、パーボ・ボヤルビが芸術監督を務めている。この室内還元楽団は2007年3月から、ブレーメンイコールオスト総合学校を本拠地としている。ここには、多くのグループ練習室や450人まで、収容可能なコンサートホールがある。ブレーメンでのクラシック音楽のメインホールは、大聖堂近くにある1928年建造の、 ディーグロッケである。ヘルベルト・フォン・カラヤンは、ヨーロッパ最良の3つのコンサートホールの一つとして、このホールを挙げている。ブレーメン劇場参加のテアター・アームゲーテ・プラッツでは、定期的にオペラやオペレッタの公演が行われている。ブレーメン芸術大学の音楽専攻科は、コンサートホールやギャラリーで、数多くのコンサートや催し物を行うことで、音楽教育のみならず、 この街の文化生活の充実に大きな貢献を果たしている。ポピュラー音楽ブレーメンはジャーマンロックバンドのボルフスモンとイギリスで有名になったロックバンドのトラッシュモンキース60年代のビートサウンドグループのヤンキースらを輩出した。1960年代に有名だったオランダの子供スターハインチェを見出してプロデュースした自身もポップシンガーだったロニーも ブレーメンの出身である。また、多くのシンガーに死を提供した、作詞家のハンス兵もこの町に住んでいた。戦後初の本格的な音楽 TV 番組、ビートクラブでラジオブレーメンがプロデュースしたのが、ミハイル・レッケブッシュであった。この番組は、若い視聴者に支持され、土曜午後の放送は、高い視聴率を獲得した。この番組は、当時のドイツの若者文化に少なからぬインパクトを、 与えた。その後、この番組をモデルに、例えば、ムジークラーデミア、エクストラツアーといった番組が制作された。その他の音楽ブレーメンには、多くの公園や緑地がある。主な施設は、以下の通りである。ビルガーパークとシタットバルト、ウニゼの位置関係、ブレーマー・バルアンラーゲンの、風車ロードデンドロン公園の、シャクナゲブレーメンノルトの公園をスターホルズ墓地の、 中央礼拝堂ベルダーブレーメンのホームグラウンド、ベーザーシュタディオンブレーメンは、サッカーブンデスリーガに属するベルダーブレーメンのホームタウンである。ブンデスリーガ優勝4回を誇る強豪であり、かつては日本初のプロ選手である奥寺康彦も在籍していた。このクラブにはやはり強豪のチェス部門や卓球部門もある。グリーンゴルトイコールクラブブレーメンはダンススポーツのクラブで、 ラテンのフォーメーションダンスの世界チャンピオンである。レクリエーションスポーツには、シュタットバルトを含むビュルガーパーク、ベーザー川両岸の河川敷、ベーザー川砂岸公園やベーザー川支流、分流域に多く点在する、ウォータースポーツ施設及び、ウニ勢が利用されている。シュタットハレは、ブレーメン6日間レースの会場として知られている。シュタットハレでは、 その他のスポーツ競技会の会場でもある。隣接する、アヒムのハンドボール男子ニブリーガに所属する SG、アヒム、バーデンのホームゲームもここで行われる。また、バスケットボールニブリーガのブレーメン・ルースターズの試合も定期的に行われている。ファールシクのファーラー通り沿いに、馬と騎手のトレーニングセンターを備えたババが1907年に作られた。 ブレーメンフライマルクト第5の季節とも呼ばれるブレーメンのフライマルクトは1035年に開催された記録が残されておりドイツで最も古い世俗祭の一つに数えられるビュルガーバイデで行われる大フライマルクトと同じ時期に視聴者前では小フライマルクトが開催される月に1回路面電車の第15.16系統を用いて ムゼウムスシュトラーセンバーンの運行が行われる。重要な行事に、種の高原の祝日に行われるブレーマーアイスベッテと2月のブレーマーシャッファーマールがある。数多くの文化行事の中でも2月のシャニクサ祭、野外フェスティバル、ブレミナーレ、国際文学フェスティバル、9月のブレーマン音楽フェストは結出したものである。多くの観客を集めるスポーツイベントが毎年1月に開催される。 ブレーメン6日間レースである。2009年9月に、第1回ベーザー川西海洋週間が開催された。ブレーメン人ブレーメンの年中行事の中でも、フライマルクと、シャッファーマールザイト、ブレーマーアイスベッテ、コールウントピンケレッセン、ドームトレッペンフェーゲン、グローセマールザイト、ヤヌアールゲゼルシャフトあるいはブレーマータバコ、コレギウムといった行事は、ブレーメンジーンと呼ばれる。 この他の新しい行事で重要なものには、ブレーメン芸術賞、ブレーメンの射肉祭、ブレーミナーレ、ブレーメン伝帯賞、ブレーメン音楽祭賞、ブレーメン映画賞、ブレーメンマラソンが挙げられる。主な繁華街は、旧市街では夏になるとベーザー川沿いに多くのビアガーデンがオープンするシ修羅派で、シュタイン島枠とオスター島枠の飲食店密度が高い地域の総称であるフィールテル、 バーンホーフスフォアスタットなどである。コールとピンケル、あばら肉、ベーコン最も有名なブレーメンの名物はコールとピンケルである。ブレーメンで栽培されているケールは葉の中に赤い色素がある種類であるためブラウンコールと呼ばれる。ケールはピンケルと一緒に茹で茶色の彩りと風味付けに用いられる。人気のブレーメンの冬の焼き菓子がクラーベンである。これは 密度の詰まったシュトレンで、クラーベンという語は切れ目の入った形を示している。多くは12月の初めに復活祭まで保つほどの量が焼かれる。クラーベンは一般的なシュトレンとは異なり、バターを塗ったり砂糖を入れたりしない。その他の人気の歌詞として、ブレーマー・バベラーやブレーマー・クルーテンがある。ブレーメンは以下の都市と活発な姉妹都市関係を育んでいる。 現在は停止されている姉妹都市関係は以下の通りである。以下の都市とは非公式な友好関係を結んでいる。これらの文献は翻訳元であるドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。公式観光、ありがとうございます。